今回はお酒全体で73種類のお酒を展示しました。全て、日本で作られている美味しいお酒で、魂が入った魂のこもったお酒なので、それを生徒の方々にうまくプロモーションできて本当に良かったなと思います。中日合并饮食文化从成都出发。僕の名前は寺田と申します。日本のですね、千葉県出身です。私の業務では、イベント系の業務を担当することが多くて、僕が高校生時代ですね、北京オリンピックがあったりして、中国の経済発展の凄まじさをテレビでよく見ていたので、中国という国に非常に関心を持っていました。2011年の夏ですね、学生時代に中国語を勉強していたので、北京大学に語学留学で1年間留学しに行きました。それが初めての中国ですね。2015年4月に入社をしたんですけれども、本部で4つの部署を経験しました。5年目の時にですね、内部の海外研修制度というものがあったので、その中で生徒が赴任地として中国で唯一ありましたので、本部で学んだことをこの制度で発揮したいなと思って、この研修制度に応募したのが生徒を来るきっかけです。実際来てみたら案の定生活はしやすいですし、生徒の人々もすごい優しくて、今は不自由なく楽しく過ごせています。世界は今、ジェトログローバルアイ。成都市内の中心地春熙路にやってきました。ジェトロの役割として、成都、中国西南地域の情報を日本企業の方々に提供するということも一つの業務です。生徒側の企業もそうですし、政府もそうですし、非常に日本企業に対する関心期待が強いということです。しかし一方で日本企業はですね、まだまだ生徒のことを知らない、我々ジェトロの役目でもありますけれども、今生徒でこういったプロジェクトが盛り上がっているんだということを情報にまとめて、レポートにまとめて、日本企業に生徒市場のプロジェクトの魅力を伝えていくことが我々の役目だなというふうに感じて、日々業務に当たっています。この前日本酒のイベントを実施したんですけれども、それも自分で一から企画をしまして、準備から全て取りまとめて実施したものです。結構父からいろんな影響を受けてまして、父はもともと建築関係の仕事をやったりして、家の設計ですとか内装ですとか、そういった仕事をやってたんですけれども、要は家を建てる、ゼロから1を生み出す、父にそういったところを学びましたので、私自身もゼロから1、何もなかったところから一つ何か自分の付加価値で何かを生み出すといったところをとても大切にしています。今、たまにだらけてる時は父の言葉を思い出して、一生懸命仕事にまた向き合ってます。来年3月に、僕が前いた部署の越境 EC 事業の部門と連携しまして、成都市のチュンシールーで、日本商品のプロモーションイベントを実施します。そのために今準備を進めているところです。より多くの、お客さんに来ていただいて、日本商品の魅力、良さを肌で体感していただきたいと思っています。僕はあと3年ぐらいは成都にいると思います。なのでまず成都でですね、一生懸命頑張って、日本企業がこの成都でいっぱいビジネスチャンスをつかめるように、僕は今一生懸命情報提供活動を頑張っていきたいと思います。